機動丸の前に現れるジライア。しかしその後ろからお市の方とルイス・フロイスが現れ機動丸をさらってゆく。機動丸を探している魔界衆と鶴姫の前に現れる島左近。機動丸を返してほしければ冥界の谷まで来いと言い残し去ってゆく。魔界少女剣の前に現れる黒魔術軍と新選組。名古屋三三郎は魔界少女剣に降伏して仲間になれと提案するが、魔界少女剣はそれを断り戦いが始まる。重衡の砦にいる越智安成と里見発見し、そこに真田重勇士が現れ戦いとなる。機動丸を救いに行く魔界衆、それに同行しようとする鶴姫だが、魔界衆は自分たちだけで機動丸を取り返してくると言い残し去っていく。闇ヶ岳の戦いでは魔界少女剣の援軍に阿部の生命と俵の淘汰が現れ、黒魔術軍たちは撤退していく。真田重勇士たちと里見発見士たちの戦いは、里見発見士の援軍として滝夜叉と末高房が現れ激しい戦いとなる。最後はサスケがとどめを刺されそうになった時、葵がサスケをかばい術を発動する。冥界の谷で倒されている魔界衆、そこに現れる鶴姫と藤原の住友。魔界衆は鶴姫たちの力を借りながら戦い続ける。しかしそこに現れたのは冥界の使者として変わり果てた姿のジライアであった。ジライアは魔界衆を襲い、それを止めるため機動丸はジライアに活性岩を放ち、ジライアを消滅させるのであった。